マセマニュースに入る前にマセマの参考書問題集についてお伝えいたします。マセマは完全数学主義です。マセマの参考書問題集の具体的な利用法は次の4つです。 1. まず流し読み。最初は公式や定理の証明など難しいところは飛ばしても構いません。 2,3 日かけて流し読みすることにより本の内容の全体像をつかみましょう。 2. 次に精読。数学にアバウトな理解は通用しません。講義形式の解説文を精読し、また与えられた問題の解答解説も精読して内容を完璧に理解しましょう。 3. そして自力で解く。マセマの問題は全て実力を大幅に伸ばす良問ばかりです。解答解説を見ずに問題を全て自力で解けるようになるまで頑張りましょう。 4. さらに繰り返し解く。一度解けた問題でも本当に頭に定着させ使いこなせるようになるには問題を繰り返し解くことが必要です。この反復練習により本物の実践力を身につけることができるのです。収録問題数が異常に多い参考書問題集ではこの反復練習ができないため、なかなか実力が伸びず数学の学習が難行苦行の数学になってしまうのです。マセマの参考書問題集で学べば高校数学も短期間に確実に楽しみながら大幅に実力をアップさせることが可能です。それぞれの読者の方に合ったマセマの参考書問題集は問題別に提示したサクセスロードを利用してご選択いただけます。マセマのホームページでも閲覧可能です。この後は今日のマセマニュースになります。ぜひご覧ください。日頃マセマの参考書問題集をご愛読いただきありがとうございます。今日のマセマニュースは大学受験を目指す皆さんへのお知らせです。今年も引き続きコロナ騒動のせいもあって実力が思ったほど伸びず焦りを感じている受験生の方が多いと思います。ですがこれから始まるであろう期末試験の後の長期休みでマセマの参考書問題集を使用して勉強すれば十分に来年の合格に間に合う可能性が高くなります。偏差値が45くらいの方は元気が出る数学シリーズ、元気に伸びる数学問題集シリーズを使用して勉強すれば偏差値を60にまで伸ばすことが可能です。これで比較的優しい大学ならば十分に合格圏にまで持ち込めます。偏差値が50くらいの方は合格数学シリーズ、合格数学実力アップ問題集シリーズを使用して勉強すれば偏差値を65にまで伸ばすことが可能です。これでほとんどの有名私立大学、国公立大学東京大学等は除くを合格圏に持ち込むことが可能となります。偏差値が60くらいの方は難関大数学シリーズを使用して勉強すれば偏差値を70台に伸ばすことが可能です。こちらは難関の大学を狙っている方におすすめで、東京大学、京都大学、東京工業大学、難関大医学部に合格することが可能となります。受験生の皆さん、マセマの参考書問題集を使用して勉強すればまだ間に合います。時間の限り反復練習することにより短期間にしかも楽しく大学に合格する実力を身につけることが可能となります。皆さんの偏差値に合うマセマの参考書問題集を使用して勉強していきましょう。受験勉強を頑張る皆さんをマセマ一同心より応援いたします。